マットクロックはフィンランド生まれの清涼飲料水。2004年にフィンランド国内で登場。ライバル商品のレッドブルと同じくエナジードリンクとしての扱いである。トレードマークに赤く口を開けたワニを起用している。本国及びアメリカ国内で販売されるものにはカフェインやビタミン類以外にタウリンなどが配合されている。2005年よりノルウェイなど 北ヨーロッパで販路を展開、現在はイングランド東部のベッドフォードシャード区立行政区であるルートンを拠点とするエネルギーブランズ社によって製造・販売が行われている。2010年より缶のデザインが一新され、通常版以外にシュガーレス、コーヒー味、チョコレート味の4種類になっている。また、様々な派生商品が存在する。 2011年からは日本でも発売を開始。日本での発売元は MC ジャパン。FIAGT1 世界選手権に参戦するマットクロックレーシングモータースポーツとの関わりは平気小払い年が GP2 時代に個人スポンサーをしたことに遡る。その後特にモータースポーツとの関連性が深まったのが2010年に なり、FIA が主催する GT1 世界選手権では、ベルギーのセルズラレーシングチームを母体にマットクロック、レーシングとして参戦。シボレーコルベット C6R を買った。また、WRC では、ノルウェー人、ラリードライバーであるペター・ソルベルグをスポンサーすることが発表された。さらには、レッドブルと同じく海一にも進出し、 ザウバーのスポンサーとして契約したことを発表している。2010年末まで日本においてマットクロックは未発売であった。ただし、当時から日本でもマットクロックのプロモーション活動が行われており、前述の WRC の2010年に開催されたラリージャパンにおいてスポンサーを行っているペター・ソルベルグのブースでマットクロックの無料配布が行われ、試飲をしている。 また、会一において2011年シーズンもザウバーとの契約延長を行っており、その際に日本や中国に対するポジティブなマーケティング展開ができると述べており、将来的に日本国内でマットクロックが発売される可能性へ含みを持たせた。2011年10月より日本でも発売が決定した。コンビニエンスストアにおける最初の発売は阪急電鉄び 阪神電気鉄道が展開するアズナスで2011年11月1日から開始された。2012年1月には K プラット及びハートインでの販売が開始されており、さらに販路を拡大する予定となっている。日本におけるイメージキャラクターはザウバー所属の F1 ドライバーである小林カムリとプロボクサーの小川拓也、スノーボーダーの古畑幸。ありがとうございます。